スクワットをしているけど、なかなか足が細くならない。ふくらはぎもマッサージやストレッチ頑張ってるのに、全然細くならないんです。そういった方におすすめな、前屈屈伸を紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで、なかなか細くならなかった下半身、今よりも確実に早く細くなる方法が分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、足を細くしたい人におすすめな前屈屈伸を紹介していきます。太ももふくらはぎが気になるよって方はぜひ動画を見ながら一緒にやってみてください。今回たったの30秒なんですけども、しっかりやりたいよって方のためにですね、3セット一緒に頑張ってみてください。まず足が細くならない原因の1つ、足首が硬い。2つ、反り腰である。この二つが改善できないと、食事頑張ったり、スクワット頑張っても、細くなりにくいんです。まず、足首硬い場合、半長膝になりやすく、ふくらはぎの疲れが取れない。膝が後ろに出てしまっているがために、膝から股関節が前に出て、前ももの疲れが取れない。スクワットをしても、前ももが発達していくっていう風になってしまいます。この二つが改善できると、足の疲れが取れやすくなるので、スクワットしても太くならない。歩きすぎてもふくらはぎが張らないっていう風な下半身ができていきます。そこで今回はその2つの原因を改善できる前屈屈伸、そして反り腰を改善するために腹筋がどうしても大事です。腰が反れる力よりお腹を締める力が強くないと骨盤が立たないので、今回合わせて腹筋も3セットやっていきましょう。30秒をやっていきます。難しくないので一緒に頑張って下半身痩せしていきましょう。それでは紹介します。スマートフォン持ったままできます。まず足を肩幅に広げます。このまま前屈をするんですけど、前屈をした時にまず腰、お尻、もも裏、ふくらはぎがストレッチされます。ここで屈伸をします。お尻を下げると膝が前に出ますよね。この膝しっかり下ろすことで足首がストレッチされます。足首が硬いとどうしても立ってる姿勢がこのようにね、足首から膝のラインが後ろに行ってしまいます。これがしっかりまっすぐになれるとふくらはぎと前ももが張りにくいです。ですが膝が後ろに出てしまうと前ももが前に出てしまうんで足痩せしにくい足になります。なので足首しっかり、前屈から屈伸、しっかり前屈です。体がしっかりね、前屈できる人は腰伸びにくいので、ちょっと体をね上に上げてください。これぐらいで屈伸、もうしっかりね手がベタっとつくよって方はですね、あんまり腰伸びないんでちょっと起こして屈伸です。ここで一つ注意点があります。偏頭痛持ってる方とか腰痛の方は無理しないでください。偏頭痛ある場合、前屈してしまうと頭の血流が上がってしまうので偏頭痛がひどくなることがあります。なので注意してください。そして腰が少し痛い場合、腰丸めたまま屈伸してしまうと体を起こした時にね、少し痛ーってなっちゃうんで、様子見ながら無理せずやってください。まず1セット目でね、難しければ2セット目休んでもいいです。頑張れる方は3セットやっていきましょう。腹筋と交互に行っていきます。30秒です。はい、それではスマートフォン見ながら前屈屈伸やっていきましょう。あと、こういう感じです。しっかりね、お尻を下げるときに足首グッとしてください。足首をグッと、膝を前に出す感じで。伸びにくい方はね、手、肘を置いて、こういう感じで、グッ。グッとね、手でね、下に押さえる感じで、足首ストレッチです。しっかりね、もも裏とかも伸びてると思います。よっしゃ、あと少し。はい、オッケーです。はい、次は反り腰改善のために腹筋が大事です。なので腹筋も30秒やっていきます。スマホ持ったまま、体をこういう感じで、手を前に伸ばす感じです。30秒です。スタート。こういう感じです。あんまりね、力むんじゃなくって、腰をね、軽く丸めるって感じです。腰をね、しっかり床つけて、お腹の表面ではなく奥を使う感じでね、
腰を丸めてください。よし、あと少し。OK です。はい、2セット目の前屈屈伸です。頑張りましょう。スタート。しっかりね、お尻出して。勢いよくね、お尻を下げて足首ストレッチです。こういうのがね、すごいね、大事なんです。なかなかね、屈伸とかしませんよね。スクワットでね、細くなりにくい人、こういうのがね、大事です。あとちょっと、OK! さあ、2セット目、腹筋。頑張りましょう。いきます。スタート。グッとね。ちょっと腰痛い方はね、無理せず。頭を持たない方は、頭を持って。こういう感じで、やってください。マイペースでいいです。腰をね、しっかり丸めて。あと少し。OK! さあ、3セット目。ラストです。スタート。感じね、もうだいぶね、足首もふくらはぎももも裏もね、伸びてきてると思います。膝が少し痛い方はね、無理せずやってください。あとちょっとです。どうですか。ふう、ラスト。 OK。今のでもね、まあまあももが疲れますよね。さあ、ラスト。スタート。これね、ぐーっと起きすぎたらダメです。このくらい。腰をつけたまんま。肩甲骨だけね、床から離す感じで。少し。OK! キャー、疲れたね、皆さん。お疲れさんでした。この2種目が足痩せにすごく大切です。もちろん、マッサージとか行うのもありなんですけども、マッサージでは筋肉は緩むだけで伸びません。筋肉の長さを長くしてあげないといけないので、ストレッチの方がおすすめです。もちろん体がすごい硬いよって方はですね、前屈手届かないよとかね、うんち座りできないよって方はね、もうとにかく硬いんで、マッサージした後に今回みたいなストレッチするっていうのもおすすめです。ふくらはぎを細くしたい、足を細くしたい方はね、この前屈屈伸、ぜひね、継続して腹筋とセットでやってみてもらえたらと思います。頑張ったよ、これ続けて変化があったよって方はね、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、インスタの方は特にアップしてるんで、フォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。